西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗し得る力を持つべく、この戦艦を修復、改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は、SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。第3次防衛ライン突破。南アタリア島に向け高速接近中。スカル、エンゼル、アポロ各小隊は直ちに発進して SDF-1 を防護せよ。繰り返し SDF-1 を防護せよ。
ーワンより全防衛隊に次ぐ。本艦はこれよりフォールド体制に入る。繰り返す。本艦はこれよりフォールド体制に入る。フォールド？本気か？